はい、どうもこんにちは、モーターズの大和です。引き続きですね、アルボーさんのドライビングレッスンに日光サーキットで参加してるんですけれども、気になる派手な35 GTR がいたのでちょっと取材していこうと思います。こんにちは。こんにちは。ラッシュファクトリーの今村と申します。今村さんは何を担当されている方なんでしょうか。メインはエンジンですとか、はい、パワーのセッティング、はい、ECU セッティング、なるほど、ですとか作業全般ですね。今ちょっと僕が気になっているこの 35GTR もエンジンとかは、はい、やられてるということ。はい、そうです。そうなんですね、はい、ちょっとこの車いろいろ教えてください、はい、まずドドンとですね、このフロントマスクですけど、目を引くのはこのリップというかアンダーパネルというか、これはどこのになるんですか。これはフェニックスパワーさんの、はい、オリジナル商品ですね。あ、そうなんですね、はい、こう仮面までフルフラットになる系のやつですかね。そうですね。なるほど。これやっぱすごい効きますか。そうですね、これはダウンフォースが増えてると思います。でこの辺のカナードとかもついていて、はい、これも同じフェニックスパワーさんですか。そうです、バンパー式ですね。カーボンでこうやって武装すると GTR はかっこいいですね。かっこいいですね。迫力が出ますね、はい、ボンネットとかは。ボンネットノーマルです。あ、そうなんですね。です、はい、ラッピングしてあるだけで、はい、かなりレーシーな雰囲気というか。そうですね、これヘッドライトがまた違うんですよ。あ、そうなんですね、はい、バレンティさんですね、こちらの。ここに書いてありますね、はい、バレンティさんのヘッドライトが入ってますね。オリジナルです、はい、稲妻のスモールがつきます。いや、かっこよさそうだな、はい、ホイールがこれはレイズさんのボルクレーシングですね。なるほど、はい、ブレーキがこれはエンドレスさん、はい、モノシックス。これってローターも変わってますよね。変わってます、セットです、ブレーキ。はい、何パイになるんですか。これね、400あります。 400? はい、400って実物初めて見たかもしれない、はい、車的にはタイムアタック車両になるんですかね。タイムアタックです。なるほど、はい、じゃあやっぱりこの制動とホーネス両方とも、はい、メインはやっぱり筑波2000と富士本コース、はい、あたりのタイムをちょっと狙ってますけど。なるほど、はい、71R ですね、はい、285-35R20、はい、なるほど。でかいな GTR、 やっぱり20インチか。こんなところにもこんなカーボンのフィンなんかついてましたっけ、はい、これフェンダーがオーバーフェンダーなんですよ。あ、そうなんですね、はい、結構張り出してるんですね。はい、35mm 片側出てます。リプロっていうメーカーさんのフロントのオーバーフェンダーになります。なるほど、はい、いざ見ると確かにワイドかもっていう風に思いますね、はい、そうです。リアもこれは張り出してるんですか。リアは純正です。これこれこのままなんですね、はい、気になるのは GTM ですけど、これはサードさんの。サードさんのです。へー。こういうタイムアタック車両はこのアングルが気になっちゃいますね。4本出しのマフラーにリアディフューザーがドドンと。マフラーはこれアペックスの RSX っていうマフラーになります。うん、メインパイプはでも。メインパイプは90ぐらいですか。あ、そうなんですね、はい。まあでもそれでも太い気がするな。で、リアディフューザーもついてますよと。はい、これもリプロさんですか。いや、これは、純正なんですよ、下は。で、このフィン自体は、はい、その辺に転がってる端材で作りました。そうなんですね、はい。DIY な感じで。はい。ここだけトップシークレットさんのものがついてますけど、はい、後ろは延長してますね。あ、引っ張ってるんですね。はい。ダウンフォースが増えて、はい、下に張り付いてんだと思うんですけど、うんうん、計測器は積んでないので、はい、どれだけ張り付いたか。あー、うん、なるほどなるほど。そこまでの確実な数字はないですけど、うんうんうん、車はすごい安定してます。あ、そうなんですね、はい、それだけでこうスタビリティが上がったということで、はい、じゃあちょっと車内も見せてもらってもいいですか。はい、はい、お願いします。至ってシンプルというか。そうですね、何もシートだけですかね、はい、シートがまあレカロのフルバケに変わってまして、はい、助手席もレカロなんですね、はい、まあ、ステアリングも変わらずメーター類もそのままで EVC ですね、はい、なるほど。タイムアタック車両って伺ってましたけど、ロールケージとかは特に入れたりはしてないんですね、はい、とりあえず普通の街乗りがメイン の、はい、タイムアタック車両という感じなので、はい、あえてちょっとつけずに。なるほど、はい、一般ストリートとしてのクラスでエントリーしてます、うん、街乗りができて、はい、さらにサーキットに持ち込んでも楽しい車っていう仕様なんですね。はい、分かりました。じゃあちょっとエンジンルームも見たいんですけど、はい、お願いできますか。はい、お願いします、はい、すごいやる気感のあるエンジンが。インテークがアトラストのなんですね。はい、パイピングがアルミに全部変わってます。
ほうほうほう、はい、これはトップシークレットさんの、はい、オイルキャッチタンクですね。キャッチタンクなんですね、はい、足はどこになるんですかね。うちのオリジナルになりまして、はい、リューダンパーって言います。リューダンパー、はい、なるほど。さっきあっちで取材させてもらった86にもついてましたかね。はい、同じものです。そのリューダンパーっていうのは、はい、こうどういった特色があるんでしょうか。街乗りもしやすい、なるほど、っていうのとサーキットも快適に安全に走りやすい、うんうん、プロが乗っても結構いい高評価をいただいてます。ラッシュファクトリーってここに入れてるんですね、はいはい、ステッカーだけ貼ってますこのエンジンはどういう仕様になるんですか。普通にノーマルエンジンをブーストアップして、はい、リアルスピードエンジニアリングさんのカムが入れてます、はい、それでパワーは今どれぐらいになってるんでしょうか。今ダイノパックで、うん、TC ファクターっていう係数があるんですけど、はい、それが 1.00 の状態で、うん、今600出てます。おー、600、はい、タイムアタック車両ということなので、はい、そのタイムがどれぐらいなのかっていうのをちょっと教えてもらえればと思うんですけど、つくば2000の場合は、はい、今58秒6ですね。58秒、はい、早っ。あとは富士本コースでは、はい、私が乗って49秒4、で今日、日光サーキットではい、テストしてますけども、うん、今のところ38秒6出てます。38秒、いや恐ろしい車だ。そうですねへえ。ちなみにラッシュファクトリーさんって、はい、どこにあってどんなお店なんですか。はい、神奈川県伊勢原市というところにありまして、はい、うん、東名高速の厚木インターから、うん、はい、15分ぐらいですかね。どんなお車でもオイル交換でも、うん、車検でも、うん、あとモータースポーツ楽しみたいとか、うんうん、これからやりたいとか、はい、そういう方でもどしどしいらしてもらって構わないです。なるほど、はい、じゃあぜひ、伊勢原近辺なのか、この車を見て気になった人はラッシュファクトリーさんに行ってみてください。今日取材させていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、それじゃあまた次の動画で。